友達の家にお泊まりに行くとき、いつもお風呂の中にあるヒゲ剃りで無駄毛を処理しています。ごめんなさい。4枚刃ですごくいいんです。しかもシェービングフォームも本来は顔の皮膚用なのにすごく優しい感じでいいんです。でもそれを知らずに毎朝ヒゲを剃っている友達を見ると少しだけ罪悪感に駆られます。この友達というのはやりとです。どこに書いてある最後の一行はどこにも書いてないわ。お前には見えるのか、まさか。だって友達の家にお泊まりに行くときって書いてあるけど、これ友達って彼氏っていうか、まあ接友達じゃないですか。だってお泊まりするんだもん。その前提がまず何も書いてないから、そこは想像するしかないんだが。だってお泊まりするんだよ。いやこれね、ちょっとよくわかんないですよ。確かにね、カーシマンちゃんは友達の家にお泊まりに行くときっていう書き出しなわけじゃないですか、でいつもお風呂の中にあるヒゲ剃りで無駄毛を処理しています。これお友達の家ってこと？そうですよ。お泊まりに行くときは剃ってから行きますよじゃなくて、行った時ってこと？これよくあるよ。え？これよくあります。どういうこと？女の子って、はあ、まあ毛深い子は、永久脱毛してない子は、もう毎日お処理の方をしたいわけですね。はあはあ、ね、少しずつでも、はあはあ。で、今日やっぱり彼氏の家に来たら、抱かれなあかんわけじゃないですか、夜中に。はあ、ね、はあ、だから、お処理の方をしたいわけですよ、はあ、いろいろ。はあ、で自分のところではよくある女子用のね、はあ、なんか剃るやつあるんですよ、はあ、T 字カミソリが、へえ、それで処理してるんですけども、うちとかに来ると俺の超高性能 T 字カミソリがあるわけです、はあ、それ貸してっていうわけ、それ貸してっていうわけ、へえ、それでまあ腕毛、すね毛、はあ、ワン毛を剃りうるわけですよ、はあ、それしょっちゅうあるからね、女の子は。そうなの？お前な、お前は分かんないかもしれないけど、俺はもう本当に何だったら一緒に風呂入ろうっていうタイプだからさ、はあ、見てる前でやりよるから、はあ、それはあれなんだけど、お前家帰って、はあ、女が来た後、はあ、T 字カミソリ自分のそっと見てみ、はあ、たまにちょろちょろがついてる時あるから。そもそも、うん、T 字カミソリが風呂場にないんだ。うち。はい？ T 字カミソリが。なんで？お前ヒゲ濃くないんだっけ？濃くないの？だってヒゲ剃りで剃るじゃん。電気カミソリで。俺は肌荒れしちゃうから、ああお風呂場でシェービングフォームをつけて、うん、電気カミソリで剃ってから、うん、残りの毛をこう T 字でこう剃るんですよ。はあ、そうなんだ。で今男の子の T 字カミソリっていうのはどんどん進化してるのね、はあ、で今は電池が中に入ってて、単四電池が、うん、でボタンを押すと振動するの。なんで？それは歯でそのままこう硬い毛をこう剃っていくよりも、これを微妙に振動させながらこう剃っていった方が滑って剃れるわけ。まあ、あれと同じですよ。包丁で、刺身を作るときに、引きながらこう切るでしょ。うん、そしてよく切れるじゃん、うん。上からこうやって潰すよりも。まあ、包丁そういうもんだからね。あれと同じ原理なんですよ。でこれで振動さすことによって、こう、ちっちゃく震わせながら、こう、自分もこうやっていく。へー、あ、そうなんだ。めちゃめちゃ肌に優しいんですよ。今って。そうなの？へえ。今はもうほんと昔は3枚刃が1番だったのに、今5枚刃までありますからね。5枚刃まであります。5枚刃？ 5 枚刃まである。5枚刃？ 5 枚刃まである。4プラス1とかっていうのは。だから多分ね、うん。あんまり僕、どうでもいいんだね。どうでもいいんだね。髭とか、うん。自分に興味がないからなんですけど、一番の原因はね。興味持ちましょうよ。モテねえよ。お前だってさ、お前、いいよ。今はまだな。モテるからな。女に。モテてねえけど。人気声優としてな。ただ、ほんとお前46になってみ。ほんとに綺麗にしとかないと、女の子にモテないから。綺麗にしてもこんな感じだぜ。10年後？お前の10年後ってほら、俺になるわけ。パース完全に。パースこれだから、うん、そうなんですよ。神谷さんは、じゃあ分からなかったの、はい、あ、全然分かんない。だからそうなんだ。神谷くんも分かってくれると思ってこれを選んだ、うん。分からん。いや、だからこれはさ、友達の家に遊びに行って、それ男の友達のところに行ってるってことだね、これつまり。そうです。で、その男の友達が使っている、ヒゲを剃るための T 字カミソリで、うん、まあ、無駄毛処理をしていますよと。うん、はぁー、カーシマンは進んどるんだな。進んどるんだな。お前そこからなんだ。だってそんな女の子がね、うん、その、
友達って書いてあるけど、俺彼氏かどうか分かんないじゃないですか。だから、やっともですよ、やっとも。まあ、やっとも、やっともだろ？やっともやっとも。分かんねえもん、やっともだったら。俺もやっとも分かんないけど、カーシマンちゃん、もう今の若い女の子は、やっともの一人や二人いなくてどうすんだ。うっそー！そうなの？だって体が、もだえ苦しむんだもん。何もだえ苦しむってどういうこと？なんかもう、ほてってきちゃうから。うずくわって。うずくわってこと。何それ？それは、この番組にはそういうメール来ないの？当たり前だよ、そんなの。あ、来るんじゃね？もうちょっとしたら。あ、やっともですよ、アザゼルさん。うん。おう。いつもアザゼルさんのコーナー作ってますか？もう、最低だね、この番組は。私もやっともがいます、みたいな女の子いっぱい来るんだ。いっぱい来るんだ。すごいね。ああ、やっともになりませんか？みたいな。みたいな。ああ、それ完全なるいたずらメールだよね。うん、そういうメールだったらいっぱい来るわ。来るね。うん。それはね、大量に来ますな。そうか、じゃあ神谷さんにはこれ分かんないんだ。分かんねえわ。ただ俺も、見て見ぬふりするんですよ。うん。あいつ剃ったんだなって思うんだけど、うん、それは見て見ぬふりして朝全然。だって俺女の、好きになった女の子だったら、すべてを舐めれるから、うん、それはもう、髭剃りなんか、全然ですから、俺なんて。うん、だから全然俺は気にしないんですけど、うん、罪悪感に駆られることはないと思うんですけど、これでもね、男は気づいてるっていうことをカーシマンちゃんには分かってほしい。なるほどね。君のちょろちょろがついてる時があるからね。ああ、そういうことか。うん。なるほどね。まあでも男性ともに、男女ともにそうでしょうね。お互いなんかこれは気づいてないんだろうなっていうふうに思ってても、実際は気づいていて、それはもうなんかコミュニケーションを円滑にするために、わざわざ黙ってるってことですわ。おっとなぁ！そうなんだよね。やりともはいないけど僕、大人なんだよ。大人なんだよ。